こんにちは、ドッグトレーナープリンパワーです。今回は、実録ビデオにしたいと思います。子犬を迎え入れて、まず、過去の動画でも、まずボディタッチコントロールしてあげてくださいねとか、気持ちをこちらに向かせるようにコンタクトを取る練習、そして、呼び戻し程度の少しこっち側に寄り添ってくるような練習、おもちゃや、ご褒美のフードなどを与えれるようなコミュニケーション作り、一連の動作を一度やってみて、全てそれをやってみて、動画をこしらえたいと思います。ぜひ、このような一連の動きをして、子犬を迎え入れて最初の頃の、コミュニケーション作り、成犬であっても初めてのワンちゃんと接するようなことがありましたら、このようなコミュニケーション作りをしたらいいんじゃないかなということを、実際、2頭のワンちゃんにそれぞれやってみます。年齢はもう2歳のワンちゃんと、1歳のワンちゃんで、やりますが、子犬期になったワンちゃんもそうですし、全年齢対象としてこのような接し方をまずしてコミュニケーションの第一歩を作りましょうというような、ビデオをやります。過去の動画も参考にしてもらえるものがありますので、過去動画も参考にしてもらったらいいんですが、備考欄の方にも、子犬をもしくは犬を迎え入れてどのようにコミュニケーションを作っていったらいいかなという参考になるようなものも備考欄の方に、貼っておきますので、よかったら過去の動画もチェックをよろしくお願いします。では今回は2頭のワンちゃんで、一連のボディタッチのコントロールであるとか、ご褒美のあげ方、おもちゃのあげ方、取り上げ方、呼び戻しっぽい、気持ちをこちらに向けるようなこと、一連のことをやって、見て動画を作っていきたいと思います。ぜひ最後の方までご覧ください。よろしくお願いします。飼い主さんと、こんにちは、ドッグトレーナープリンパワーです。今日は飼い主さんと、自分とこの愛犬が少しでもコミュニケーションが取れるように最初のきっかけで、気持ち作りというか気持ちをこちらに向かせるようなトレーニングと、人の手は愛情がかかっていいんだよというような全般的なお話をしながら、特に子犬を迎え入れられた時、また犬とこれからコミュニケーションを深めていこうねと思う時には、ワンちゃんが呼べば来るようにはいっぱい呼び戻しているので、バッグでもいいですし、ちょっとスペースのある屋外でもいいので、リードの感じでいいから呼び寄せる。ワンちゃんは、今1歳ですが、その子が例えば3ヶ月ぐらいの時から来てもできるというような、リード1本の範疇でもいいですし、リードを2本もつなげてこの範疇で呼び戻しをまずやる、皆さん呼んでくるようになるとかではなく、ちょっと距離のある遠いところから距離のある遠いところから呼ばなければならないのかなと思うんですが、そうじゃなくて、その気持ちに応えて反応してくればもう OK なんで、そんなに長い距離じゃなくて、おいで、おいで、そう、こういう感じで、決してリードをたぐってるわけじゃなくて、気持ちで、おいで、そう、おいで、そう、できたら逆に遊べるかなっていう。どこでも触れるかなというようにな、はい、じゃあなんでどこでも触れるかなということで、これもボディタッチの一つのトレーニングですが、触りながら遊べると
そして自信を聞かせてみたいな形でやってください。リードをたるませて、今ニュートラルになって、おいで、そう、寄ってくるよったら褒める。なし。ちょっと今リードにしてますから。そう。そしたらどんどん、人に慕ってくるような気持ちになるよ。心がけてやってみて。おいで、そう。顔見るようにもなりますし、おいで。さあ次何か教えてくれるかなというような心にもなります。どんどん何か次教えてよ、おいで、そうおいで、よし、オッケー、よし、ちょっと次ボールでやってみます。ただおもちゃにしろボールにしろ一緒に遊びたかったら何をする、あ、おいで、そう、よし、座れ、あ、リクを座る、やっぱり、で、OK、よっしゃ。でも決して最後は遊んでても遊び最中に独占欲が強くならないように、独占欲とか防御反応強くなってくると噛んできたりとか強い気持ちになっちゃうんで落ち着かせて座る、あ、じゃあ OK、 そう、はい。でも最後は決してこのおもちゃは与えっぱなしにしないで、最後は自分のこの隠すぐらい、もしくは直すぐらいの気持ちでやってます。またボール遊びとかおもちゃしたいなとか、このように慕ってきます。飛びついてくるのは仕方ないと思います。はい、おいで、そう、呼び寄せてこれ、そしたら遊べるよ、はい、OK、 そう、いう感じでっていくと、どんどん犬とのコミュニケーション作りのきっかけになりますので、こういう感じでやってください。これがまあリードを別に頼ってるわけじゃないので、リードが2本のパンチも暗くても1本でもいいですし、屋内であれば垂らしておいて、どっか行きそうになったらちょっとリードで誘導するみたいで、はい、おいで、さあ、おいで、どんどん君遊びたいから、どんどんおいで、そう、はい、ありか、という感じでちょっとずつ頑張ってみてください。ではまた次のこのビデオを作って、どのようにして案件とコミュニケーションを作っていくかというお話を今回はさせてもらっています。子犬の時期の、まあ、呼び戻しっていうことでもないんですが、気持ちをこちらに向けさせる、コンタクト取れるように気持ちをこちらに向けさせる、ほんのちょっと寄り添ってくるような、呼び戻し、できたらどんどんコミュニケーションが生まれてきますので、ワンちゃんの方が人の言ってることを聞いてもらう、教えてもらいたいなとか、何言ってくれるんだろうなというふうに、そのための気持ち作りのためにコンタクト呼び戻し、ポケットの中にあやつフードを持っていてもいいし、こういうおもちゃでおもちゃをあげるから褒めようねでもいいですから、全然気持ちが今こちらに欲しいから集中してますが、何か集中してない時に、おいで、そう、おいで、そうという感じで、そしたら何っていう感じで来るので、これの気持ちを、おいで、そう、途切れたらおいで、ちょっとまたニュートラルにしといて、何も言わなくても、はい、おいで、そうや、よく聞くねっていう感じで行こう、はい、じゃあ、あやつあげましょうって、そっから中でチッともできるし、ダウンする、はい、OK、 よし、ボディタッチもできるような練習もできるということで、呼び戻しでもないですが、リードを
持ってますが、別にリードを強く張ることもなく、おいで寄り添ってくる、そうそうそう、おいで、ああ、ちょっと下がってあげましょう、ちょっと下がってあげましょう、おいで、どんどんやっていくもので、こいつが叱ったら集中して OK、 よしよし、アメちゃんで遊ぶ遊ぶ、よし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 、よし、そしてずっとずっと欲しいのに取れなかったら自信につながらないので、あえてここで一旦負けてあげる、 OK、 負けてあげる、でも最後は取り上げて、はい、ドロップアウト、そう、出して絶対自分の飼い主さんのものにして一回終わる、そしてまた呼び戻しの練習ではないですが、繰り返してちょっと遊んでみましょう、欲しいからどんどん来るけども、これが生後 2,3 ヶ月の頃からコンタクトが取れる気持ちが、おいで、そう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 、するとこういうリードを使わなくても大丈夫だよになります、はい、おいで、そうそう、あろうがなかろうが、リードがあろうがなかろうが一緒です、はい、おいで、人を慕ってくるように人の言うことを聞きたい、はい、しっ、あー、聞こえないで、で、OK であげる、こんな感じで繰り返して気持ち作り、まず、ね、犬との気持ち作りをやってみましょう、ステイ、開かない、ステイ、そう、そしてどんどん言うことも聞いてくるようになってくるので、人と愛犬とのつながりがどんどん深くなったりと思いますので、こんな感じでやってみてください、はい、座れ、そう、 OK、 座れ、